皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。本日は 21.8g のタンパク質を摂るのに食べ物に換算したらどれぐらいの量食べなきゃいけないのかっていうところをちょっと検証していきたいなと思います。スーパーでよく買える食材とかトレーニーの方がよく食べる機会の多い食品をちょっと厳選して持ってきたので一つずつご紹介していきたいと思います。じゃあまず一品目はですね、皆さんよくおなじみの安くて高タンパク質の代表格ともいえる鶏胸肉の登場です。いでよ、じゃん、鶏胸肉やってきました。これぐらいの量ですね。皮付きの状態なんですけども、重量にすると 102g でタンパク質 21.8g ぐらいになります。鶏胸肉だと高タンパクっていうイメージがあるので思ったより少ない量かなって私自身は思いました。ちなみに他の栄養素も言っていくと、鶏胸肉皮付き生の状態でエネルギーが 148kcal、 脂質が 6.0g で炭水化物が 0.1g です。次はですね、これもトレーニーの方食べる機会多いと思うんですけれども、安くて高タンパクの代表格、ささみ肉ですね。ヘルシーで高タンパクってイメージがあると思うんですけれども、一体どれぐらいの量になるかというと、はっじゃん、鶏ささみだとこれぐらいの量になります。これで約 91g で 21.8g のタンパク質を摂ることができます。他の栄養素はどれぐらいなのかというと、エネルギーが 99kcal で脂質が 0.7g、 炭水化物が 0.1g になります。脂質が少なくて高タンパク質っていうイメージは間違ってないんだなっていうのが分かっていただけるかなと思います。次はですね、豚のバラ肉です。ちょっと脂が多いイメージがあるので、もしかしたらあんまり食べないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、プロテイン1食分相当の量はどれぐらいなのかと言いますと、はい、豚バラ肉この量で 150g ぐらいになります。エネルギー量が 596kcal で脂質が 53.5g、 炭水化物が 0.2g、 タンパク質が 21.8g の量になります。次はですね、魚介類に移って、トレーニーの方が食べてる印象が多かった魚介類の一つなんですけれども、紅鮭がプロテイン1食分相当の量ってどれぐらいなのかというと、せーの、パッ、はい、一般的な市販の紅鮭の一切れ分ぐらいと思います。ちょっと小ぶりかもしれないんですけども、これで 97g、 だいたい 100g ぐらい食べるとプロテインと同じ量のタンパク質が摂れるというわけになります。他の栄養素はと言いますと、エネルギーが 134kcal で脂質が 4.4g、 炭水化物が 0.1g になります。栄養計算してみるとスペック的にすごく優れてるなっていうのが私の印象でした。次は使う機会が多いかなと思うんですが、卵、プロテイン1食分相当のタンパク質を摂るためにはどれぐらい食べたらいいかと言いますと、パッ、はい、卵にすると3つ分ぐらいになります。タンパク質を 21.8g 摂ろうと思ったら、全卵の状態でだいたい 177g 摂るとプロテインと同じぐらいのタンパク質を摂ることができます。今回ちょっと使っているのが大きめの卵なので、だいたい L 玉ぐらいの卵3つ分ぐらいになります。他の栄養素はと言いますと、エネルギーが 267kcal、 脂質が 18.2g、 炭水化物が 0.5g になります。やっぱこのタンパク質の量を摂るにしてはちょっと脂質が多いかなっていう印象がありますね。次はですね、これも使いやすい食材の一つで、木綿豆腐です。タンパク質 21.8g 摂ろうと思うとどれぐらい食べなければいけないのかと言いますと、はっ、木綿豆腐でいうと重量にしてだいたい 311g、 1丁でだいたい 350g ぐらいなので、それよりちょっと少ないぐらいの量になります。1個で 150g のお豆腐、これ2つ分ぐらいでだいたいタンパク質が 21.8g 摂れる量になります。エネルギー量が 249kcal で脂質が 15.2g、 炭水化物が 4.7g です。次はですね、牛乳です。牛乳はね、ちょっとびっくりするかもしれないです。じゃあ、いでよ、はっ、これね、Bレジェンドのジャンボシェーカーなんですけども、なみなみ入れたぐらいの量ですね。 661g になります。この量を飲んでやっとプロテイン1食分と同じぐらいのタンパク質が摂れるわけなんで
ですけれども、意外と飲めちゃうっていう方もいらっしゃると思うんですが、他の栄養素ちょっと言ってみると、エネルギーが443キロカロリー、脂質が 25.1 グラム、炭水化物が 31.7 グラムになります。今回ご紹介した中ではやっぱり一番脂質と炭水化物が多いのは牛乳になります。今回ご紹介した食材は高タンパク質食材の代表格ともいえる食べ物たちでご紹介しました。見ていただくと分かる通りで、タンパク質を摂るためにはしっかり食材を食べる必要があるっていうところ分かっていただけるかなと思います。そしてタンパク質の質量っていうのは、運動されている方ですとご自身の体重かける 2g ぐらいのタンパク質が1日に必要なわけなんですが、例えばこの鶏肉1切れ食べるだけでは到底足りる量ではありません。なので食材から全てタンパク質を補おうと思ったら、鶏肉だったら1日6回とか、牛乳この 660ml を1日6杯飲んだら必要な量にようやく到達するぐらいの量になります。なので食材から1日に必要な全てのタンパク質を補おうと思うと結構負担が大きいというところ。そしてもう一つが、見ていただくと分かる通りで生の状態のものが多いっていうところがあって、ここから加熱、茹でたりとか焼いたりとか調理をして食べる必要がある食材がほとんどだというのが、高タンパク質食材の特徴になります。なので例えば朝ごはんのタイミングでお肉朝から焼くっていうのが、結構朝は忙しい毎日を過ごされている方が多いかと思いますので、そういったタイミングで水で溶かすだけでタンパク質を摂ることができるプロテインだったりサプリメントをうまく活用していただくのが理想的な使い方かなと思っています。こういった高タンパク質の食材を普段の食事にプラスアルファで食べていただきつつ、足りない分をプロテインで補っていただくみたいな使い方を私はお勧めしたいなと思います。では本日はビーレジェンドプロテイン1食分のタンパク質を食材に換算するとどれぐらいの量を食べなければならないのかっていうところでお話しさせていただきました。この動画が少しでも参考になったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。